なんかなちょっと違うんだよな。あ、どうも、勝村工務店でございます。今ね、ちょっとなんか悩んでるのが、まあ、こういったあの便利な工具があるんだけども、ちょっと土台がね、めんどくさい。まあ仕方のないことなんだけど、どうしてもね、あのこういったやつが必要なんですよね。こんな感じで段差があるんですよね。だからもうこれって、まあ、ほぼ動かさないみたいなもんでもあるからさ、これ用の台を作った方がいいんじゃないのかなと。はい。ほんで今ね、ちょっと考えてるんだけども、これかな？これ。この土台あるじゃないですか。この引き出し出せない。まあ、分かってはいたんだけど、引き出し出せないし、カットするのはね、あっこ結構いいような場所するんだよな。あっこに机をドンと置いてさ、ほんで、こっちの方に延長用の机とか置いてさ、すげえ作業がね、しやすくなるような気がするんよ。あれをどけて、新しいもんまた付け直したら。まあ、というわけで本日はですね、作業台作り、行ってみようと思う。どんだけ作業台作るんだっていう話なんだけど、また行ってみようかと思っております。まずのけて、ちょっといろいろやっていきましょう、これ。ありがとうございました。よいしょ。まあ、ほんで、ここですね、ここ。ここの寸法とかちょっと測りながらね、やっていこうと思います。なるほど、61センチ。で、今回のね、設計図、このような感じです。今段差があるとか言ったじゃないですか。だからその分をへこまして置くみたいなね、こんな感じの台にしようかなとね、今考えてる次第でございます。予算下だよね、なんとなく。ほんで、すでにね、板自体は購入っていうか、もうカットもしてもらってます。はい、ちょっと一旦置いてみようかな。つまりこれがね、こう高さがね、こうここだけ左右だけこう上がるみたいな、そんな感じになるんだけど、大丈夫大丈夫、一応この枠の中には収まってんね。うん、 OKOK。 ほなやりますか。ほな早速いきますかね。いやでも本当にね、これはね、あってよかった。本当すげえ楽、切断が。一番最初は端っこが斜めになってることもあるとかないとか噂があるので、ちょっと最初捨てときますか。ちょっとだけカット、まっすぐだよな。よっしゃ、ならカットいこう。結構今回切るからね。ほんでまあね、作業台で床上600とかね、そういうのでカットしてるんだけども、まあちょっと低いよ。うん、低いんだけども、木材がね1800とかで売ってるからさ、使いやすいじゃん。3つ取れるからさ、だったらそんでいいみたいな。そんな感じです。あと台の上とかもね、乗りやすいから、まあ言うほど悪くもないかなっていうのもあるんだけどね。 OKあ、こっちでもいいな、場所的に。まあいいわ、とりあえず切ってこっちに置くかこっちに置くか、ちょっと考えますわ。そうだわそうだわ。な、これに合うような感じで、これは足だから端本分だね。で、今回も彫り込みチャレンジやろうかなと思ってるんだけど、
ガチャンと振り込んでなんかやるみたいなね、かっこいいじゃんやろうと思ってるんだけど、ちょっと困ったことがあってね、やっぱり厚みがね違うんだよね。これ普通ね 89mm とかなんだけど、これがね88、 1mm ね短くなってて、こいつもう一個短い気がするな。あ、これが 89mm か。 89mm でこれが痩せちゃったんだな。なんか俺も痩せればいいのにな。俺も木は痩せるのにカズさんは痩せないみたいなね。揃えるかこれ。違うんだよな。やっぱ生き物だね、木もね。なあ、勝村工務店のね、もういろいろ機材あるんで、じっちゃんの形見なガチのやつ。こうだね、まずはこうだわ。オッケーオッケーオッケー。な、行こうか。さあ、溝カッティングタイム。これで無理やり固定していこうかな。入る？もう一個。入る？オーケー。よいしょ。こうやった方がいいか。待て。カモン。よいしょ。よいしょ。使えるものは使っとこう。いいね。20mm の溝を掘っていく。いいでしょう。削った。いるかな。OK。深さ2センチでやっていく予定なんで、2センチでね。頑張るか。いや、まだまだね、この容量全然つかめなくてさ、すげえ時間かかる。つかむ日はやってくるのかと。はい。あ、まあ、印つけとかんとな。お、まあまあ良き。
おお、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。あ、ええやん。よっしゃ、オッケー。なこれ4本制作いたします。貫通した。オッケー。よいしょ。よし、組み立て開始。なんと2、3時間かかってます。組み立て入るまで2、3時間。やだ、もうもっと早くなりたい。行こう。一体何時間かけてるんでしょうね、私はね。こうだな。まずこれから行こうか。
とこしょどっこいしょんとこしょよいしょ、よし、よっこいしょ、これが間、おい、オッケー、おっしゃ、できた。カットバが、一応カットバ完成でございます。おいしょ、なんだろう、いつもの動画とやっぱ違うね。ただ、これ今回買いましたみたいなレビューとやっぱ違うね。この動画は疲労感がすごい残る。とりあえず高さが多分合ってるので、こういったやつをねカットするときも段差なくこうやって置けるようになったというものでございますね。はあ、頑張った。はい、もう、というわけでもう今日はね、おっと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 、はい、今日はねもう終わります。疲れました。やっぱね30後半になってくると体力もなくなってくるもんでございますね。まあこれから暑くなってくるし、待て、僕頑張ろう。あ、ジョーも帰ってきたな。というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ。